ダークロイドはただの踊りか。コントロール X につながる全ての通路を封鎖。本命が来るぞ。無駄なこと。もう少しだ、もう少し。やった、あと3つ。何？ブルース、このサーバー群がコントロール X か。ダメ、やめて。何？ネット、急げエンザ、俺がブルースを抑えてる間に。分かった。くっ、どけ。あと一つ。うおっ、しまった。デルタレイエッジ。ネビュラの邪魔はさせん。これでどうだ。見つけたぞ、ドクターリーガル。ブラッディクロス。しまった。残念だったなエンザ。ネット大丈夫？ああ、すまない。やっと軌道が判明したのにデータを破壊されてしまった。これでは修復は不可能だろう。それなら大丈夫だよ。確か。アネット、これは。さっきスクリーンに映った時、ここんとこの起動コード覚えておいたの。あの一瞬にこれを全部。だから言ったでしょ、私数字には強いって。目標ネビュラの人工衛星、目標確認、ターゲットロックオン。英国のキラー衛星破壊されました。ネット、メルさん、お待たせ。同じく B 国、C 国。他の人たちはまだ？うん。おお、デカオ久しぶり。攻撃ポイントから。相手はネビュラの衛星です。なんだって。役者が揃ったわけね。最後は主役の登場ね。ヨイトちゃん。警告、ワイ国のキラー衛星消滅。衛星軌道上のキラー衛星全て破壊されました。そんな。全てのキラー衛星が破壊されるとは。総監、ネビュラの衛星に向かおうとする民間船を確認しました。なんだって。よく貴船総監が許してくれたね。許してくれるわけないじゃん。それじゃ内緒で来たの。うん。光ネット、貴船総監。ネビュラの衛星に行くのかな。ぎゅ、勝手な行動はいかん。じゃあ正直に話したら OK してくれた。するわけないだろう。ほらね。じゃあ話はこれまで。いい土産話期待しててね。ネット君。発射準備に入ります。各部チェックしてください。各ハッチの閉鎖を確認。燃料バルブ閉鎖、外部電源接続解除、グリップライトチェック。
から14番ロックします。シリウス529オールグリーン、機関接続、出力上昇、ルーム V 10タイヤ移動、火体油圧ステーション機体をします。各位姿勢を固定してください。グイグイグイ20セコンドビフォーグイグイ。通信回線が閉じられています。まったく無茶なことを。どうして俺は呼ばれてないんだ。誰が呼ぶもんですか。いっちゃいっちゃった。カルフォルニアロールでも食べてればいいのよ。これはバチよ。いいや。そういうことだったんだ。相変わらずすごい情報も。怖いじゃん。アルミちゃん、双子の手袋ちゃん、友達いっぱい。およよ、近くにすごく大きな友達見つけた。こんにちは、おでーちゃんくまん。友達になろ。あれ、誰もいない。おかしいな、間違いないのに。人工衛星にいるようだな。そう、ドクターリーガル。ダークチップを餌に全てのダークロイドを支配し、地球を自分のものにしようとしているんだ。人間がダークロイドを操っていたなんて。リーガルだかカンガルーだか知らないけど、地球はあんたのおもちゃじゃないの。私がガツンと言ってやるわ。どうしたの。大量の浮遊物がこちらへ流れてきています。前方より巨大浮遊物接近。理解中。あんなのにぶつかったらひとたまりもないぞ。ドクマン、フラグインドクマンエグゼトランスミッション。そう、おで友達いると思って行ったらそこにいない。そしてやられた。ロックマン気をつけろ。見えない相手って、それってネビラの衛星。それよりなんとかならないのかな。これじゃあ先に行けないよ。確かにそうだね。ロックマン、おでに任せろ。Yeah!
俺のソウルユニゾンを使ったら友達の間をスイスイ抜けられる。友達ってデブリのことだね。これがソウルユニゾンジャンクソウルか。ジャンクマン、ありがとう。また遊びに来るよ。すごい、磁石が反発するようにデブリが弾かれていく。おー、すっげーすげー。ロックマン、なかなかやるな。さてと、お手も始めるか。みんな、キスは浅いぞ。ネッタ君、抜けたよ。やったな、ロックマン。してこないじゃ。ネット君、どうやらここがネビラの衛星が隠れているところみたいだ。なんだって？よく来たな。その勇気と行動力に敬意を払うよ、光ネット。ドクターリーガル、ようこそ我がネビラへ。ドクターリーガル、お前の好きにはさせないぞ。相変わらず威勢がいいな。だが君の相手は私じゃないよ。ブルース、ここでは邪魔は入らない。この前の続きと行こうじゃないか。なんていうパワーだ。ネグム、どう、うんうん、バトルシップメッドガード。
やるな。だがエリアスチールとライドソードバトルチップストンキューブ。攻撃を防いだつもりか。ライドソードストンキューブ切り裂くなんて。これがダークオーラの力だ。くたばれ。さらばだ光ネット。そしてロックマン、人間に仕えた愚かなナビの末路。僕は愚かなナビじゃない。ネット君を信頼している。俺だってナビとオペレーター、互いに信頼できるから俺たちは戦ってこられた。ブルース、お前だってエンザンと。エンザンはお前のことを諦めていない。うるさい。お前を待ってる。黙れ。ダークオーラを吸収したというのか。エンザンはお前を諦めていない。しつこいやつだ。俺は俺、ダークロイドのブルースだ。違う、お前はエンザンの涙。黙れ黙れ。死に損ないが説教するな。そろそろだな。ディメンショナルエリアが消えたぞ。突撃中。勝負の途中悪かったな。リーガル、降りてこい。君に付き合うほど暇ではない。次の作戦の準備がある。次の作戦。心配することはない。君はここに残ってもらう。今から墜落する衛星と共に。さらば光ネット。待て。どうって。ネット君、このままだ。外だ。そう。ネット君、しっかりして。ネット、みんな。最終作戦の開始だ。ネビュラの衛星が軌道から落下しているだと。衛星内にはネット君たちがいる模様です。なんだと。ダメだ、地球の引力に引かれてコントロールが効かない。このままだとどうなるの。大気圏突入の爆発熱で燃え尽きてしまう。なんだって。これで終了。ん？は、友達見っけ。ん？なんと。止まれ！ストップ！まずい、大気圏に入ったら燃えちゃうよ。ネビュラ衛星、大気圏に突入します。みんな、オデンに力を貸して。チェンジ。早い、ストップ。それが熱くないんだ。湧出温度が低いんだ。冷たい温泉、冷泉って言うんだ。あ、よ、よ。うん。
イコーラッシュ。あんあん。あ、置いてったから怒ってるんだ。あの時一瞬だけどブルースは。回収されたネビュラの衛星から脱出の形跡が確認され、当局はドクターリーガルの行方を追っています。次の作戦の準備がある。次の作戦って。回収された衛星は今週末には科学省に届けられ、今後のネビュラの全てはこの日のために。